皆様どうもこんにちは。本要約チャンネルの武見でございます。今回はここなら創設者南明幸さんの著書、好きなことしか本気になれない人生100年時代のサバイバル仕事術を要約していきます。筆者はまず私たちに問いかけます。好き嫌いで物事を判断してはならない、私たちはいつからこう思うようになったのだろうと。これから人生100年時代がやってきます。そんな時代では仕事のキャリアや人生設計など期待と不安が入り混じる世の中が予想されます。そんな世の中を力強くしなやかに生き抜くために、私たちはどう考えてどう判断していけばいいのでしょうか。まず押さえておかなければならないことは、たった一つの正解などこの世界のどこにも存在しないということであります。今目の前に ABC の3つの選択肢があるとしましょうか。どれか一つに決めるため、あなたはまず何をするでしょうか。おそらく最初はまず情報を集めるのでしょう。ABC それぞれの強みと弱み、メリット、デメリットなどを集めます。そして次に情報の選別に入るでしょう。集めた情報が嘘なのか、真実なのか、自分に合っているかいないか、将来性があるかないか、情報を精査し、次第に選択肢を絞り込みます。このようにして、あらゆる情報を精査した中で一番優れていると思われるたった一つを私たちは選択しようとします。職場なら自分に合っていて給料も高くやりがいも大きい、そんな一つを選択しようとするんです。しかしこのやり方には問題があります。そんなたった一つの正解はこの世界のどこにも存在しないということであります。多くの人はキャリアについてこのたった一つの正解なるものを選ぼうとします。しかしキャリアに限らず大きな決断をするときは、私たちはついつい一つの正解を探してしまいます。そして一つの正解を探そうとするといつまで経っても決めることができません。なぜならばですよ、いくら誰に聞いても、いくらシミュレーションを繰り返しても、正しい答えは出てこないからであります。その結果3年ぐらい働きながら準備すればそこで見つけられるはずだと時間の経過に頼ったりするんです。しかし残念ながら3年後にも答えなど見つかりません。答えが見つからないと、じゃあもう少し情報を集めてみるかななどと言って僕らはどんどん先延ばしにしてしまいます。その結果一つに決められず、どんどん時間だけが過ぎていき、結局一つの選択肢を選びそれを実行するのが無理になってしまいます。私たちの生きている世界は単純ではありません。絶対的な正解なんてないんです。しかし正解がないという事実の前にひれ伏して諦めてしまえばそこで終了であります。たった一つの正解があるだなんて薄っぺらい童話であることを理解し、目を背けたくなるような悲惨なリアルを知り、その上で正解かどうかはわからないけれど自分はこうするべきだと思うことを決めなければ世界は永遠に変わりません。正解かどうかわからないけれど自分の意思で物事を選択し決定し、その責任を取るという習慣を身につけなければならないんです。正解がなくても意思決定をし歩む道を決め、実際に歩いていかなければ私たちは生きていくことができません。確かにですよ、昔は変化が遅かったから自分で意思決定しなくても、意思決定できない人間が永遠にぐるぐるシミュレーションしていても許されるという恵まれた時代だったんです。しかしこれから私たちが生きていく時代は意思決定できない人には辛い人生が訪れる可能性が高まっております。そんな正解なき世界を生き延びる方法は大きく分けて2つあります。1、少なくとも
人口動向といった確実に変化する外部要因を押さえておくこと。2、正解かどうかわからないけれど、自分はこうすべきだと思うという意思決定ができるようになること。この意思決定をするとは、すなわちリーダーシップを持つということであります。誰も正解かどうかはわからないことを責任を持って決断する。これこそが本当のリーダーシップであります。そして世の中には、たった一つの正解なんてないんだから、正解を探すんじゃなくて、選んだ道を自分で正解にしていくという考えも重要であります。ただし、選んだ道を自分で正解にしていく生き方には、それなりにパワーがいります。好きでなければ、そこに思いがなければ、続きません。人は好きなことしか本気になれないんです。だからこそ、正解のないこれからの時代には、好きなことに本気になることが重要なんだと筆者は主張しているわけです。ここまで一気にバーッと喋ってしまったのでね、ちょっと私なりに少しわかりやすくまとめてみましょうか。キャリアでも人生でも、たった一つの正解などない。いくら選択肢を吟味しても、正解がない時代なのである。でも正解がないからといって、人生こんなもんだよと諦めてしまったら、そこで試合終了である。正解がなくても、自分の意思で選択し、行動しなければ未来はない。正解かどうかわからないものを、責任を持って決断し、その決断した道を正解にする必要があるのだ。その生き方には、とてもパワーがいるので、好きなことを見つけて本気になるしかない。このような感じでまとめることができます。では、この本書の肝となる部分を最初にしっかりと理解してもらったので、いよいよ人生100年時代のサバイバル仕事術を具体的に解説していきましょうか。それでは本日のお品書きは次の通りです。1限でこれからの未来で確実に起こること。2限で個人の力の3大要素について解説します。さてまず1限のこれからの未来で確実に起こることについて解説しましょう。さてさて皆様、これから私たちが生きる世界はどのようになるのでしょうか。もちろん確実にこうなるといった未来予測はできません。 AI の発達で淘汰される仕事がたくさんあるなどと言われておりますが、それが絶対に訪れるかどうかというのは予測ができないんです。しかし絶対に分かっていることが一つだけあるんです。それは人口予測でございます。私たち日本の人口がこれからどうなっていくかということは、人口統計によって正確に分かっているんです。今現在日本は未曽有の少子高齢化を迎えており、2020年には1人の高齢者を 1.9 人の現役世代で支えることになると予想されております。そうなってくると、国の年金システムや健康保険制度を維持するために労働人口を増やさなければ国はやっていけません。そこで社会を支える労働人口の確保と、寿命が伸びたことによる長すぎる老後問題を回避する一石二鳥な対策として、これからどんどん定年が伸びていくことはほぼ確実であります。一人一人が長く働く時代がやってくることはすでに確定しているんです。筆者は80歳まで働かなくてはいけない時代がやってくると言います。しかし定年が来れば会社にはいられませんので、長く働く時代においてはフリーになっても食っていける個人の力が絶対に必要であります。そのために必要な個人の力が3つあります。必要な3つの個人の力、1、スキル、2、自分の価値観、3、セルフリーダーシップ。この3つの力をこれから私たちはつけていかなければならないんです。ではこの3つを2限以降でそれぞれ具体的に解説していきましょう。その前にサクッと1限をまとめましょうか。人口予想からこれからどんどん定年が伸びていくことは確実であり、一人一人が長く働く時代がやってくることはすでに確定している。一
筆者は80歳まで働かなくてはいけない時代がやってくると言います。そんな時代では3つの個人の力を身につけなければならない。それでは2限で個人の力の3大要素について解説していきましょう。さて2限では人生100年時代を生き抜くのに必要な3つの個人の力、スキル、自分の価値観、セルフリーダーシップ、これらを順番に解説していきましょう。まず一つ目のスキルについてですが、一口にスキルを身につけようと言ってもどのようなスキルにニーズがあるのかはその時々で変わってしまいます。激変する時代の中で絶対を求めて安定を手にしようという人は全財産を賭博につぎ込むほどのギャンブラーのようなものでございます。つまり一つのスキルに一極集中していると危ないよということでございます。例えばこの資格を取っていれば一生食いっぱぐれないとか、現実を考えて手に職をつけるという発想は80歳まで働く未来では全く役に立ちません。唯一無二のスキルを一つ持つという発想を捨ててください。複数のスキルを持ち新たなスキルを獲得し続けるという考え方に新たな世界では切り替える必要があります。昔の時代のように一つのスキルで定年まで逃げ切ってその定年後の老後は国が面倒を見てくれるという牧歌的な時代は終わってしまったんです。今の時代に必要な個人のスキルを持つとはたった一つの秘密兵器を持つのではなく、使える武器をいくつか持ちそれを更新し続けたり掛け合わせたりするということでございます。そうすればどう働くかどう稼ぐかの選択肢が増え自由度が高まります。1000人の中の1番になるのではなく10人の中で1番のスキルを3つ掛け合わせ、結果として1000人の中で唯一のレア人材になれるという発想であります。このスキルを掛け合わせるとか肩書きを掛け合わせるというのはこれからの時代を生きていく上で様々な人が述べている超重要なことであります。例えばホリエモンはこのことを多動力という言葉を使って表現しております。ホリエモン曰く多動力とはいくつもの異なることを同時にこなす力のこと、次から次に自分が好きなことをはしごしまくる力のことです。ホリエモンはインターネットの出現によりあらゆる産業の縦の壁が解け、あらゆる産業が横方向につながるようになるから一つの業界に詳しいだけではもはやダメであると主張しております。さらに元リクルートの藤原和弘さんも肩書きを掛け合わせることでレアカードになれと言っております。まず一つのことに1万時間取り組めば誰でも100人に1人の人材になれる。1万時間というのは1日6時間やったと考えて5年間一つの仕事を集中してやればその分野に長けた人材になれるんです。ここで軸足を変えて別の分野に1万時間取り組むんです。100人に1人かける100人に1人の掛け算により1万人に1人の人材になれます。これだけでも十分貴重な人材でございます。さらに飽き足らずですよ。全く別の分野にもう1時間取り組めば100人に1人かける100人に1人かける100人に1人すなわち100万人に1人の人材が誕生いたします。このように肩書きを次々と掛け合わせることであなたの価値と給料は驚くほど上がっていくんです。会社員としてこれまで営業の仕事を1万時間やってきた、経理の仕事を1万時間やってきた、こういう人はすでに100人に1人の人材になっております。しかしこのままではただの人でございます。ここで違う肩書きに着替えることであなたの価値は100人に1人から100万人に1人まで高められるというわけであります。3つの肩書きを持てばあなたの価値は1万倍になる。肩書きを掛け算することであなたはレアな存在になり結果的にあなたの価値が上がるんです。このようにこれからは複数のスキルや肩書きを持ち
新たなスキルや肩書きを獲得し続け、それらを掛け合わせて自分の価値を高めるということが必須の時代になってきます。自分はどんなスキルを掛け合わせることで貴重な存在となれるかということを一度じっくりと考えてみてください。では次、2つ目に必要な力、自分の価値観について解説していきます。私たちはよく自分の過去にしがみついてしまうんですが、それは一体なぜなのでしょうか。答えは簡単で、自分の価値観が分かっていないからであります。例えばずっと営業畑だったから、営業の経験を生かして転職しようという人は過去に縛られ、過去を正当化してしまっております。しかし大事なことなんですが、あなたの個人の力というものはあなたの過去から生まれるわけではありません。価値観から生まれてくるんです。例えば営業畑を歩んできた人が、人が好きでコミュニケーションが得意というスキルの持ち主で、人の人生をより良くすることに貢献したいという価値観を持っていたとしましょう。こういう人は別に営業に縛られなくても良いんです。人の人生をより良くすることに貢献したいという価値観を活かせる別の現場に新たに飛び込んだっていいんです。確かにこれまで営業畑を歩んできたので、営業に慣れているという経験を生かしたいという気持ちはわかります。しかし経験に縛られるのではなく、自分の価値観に沿った場所で活躍することこそが、これから長く働かなくてはならない世界で必要なことなんですね。では次、3つ目に必要な力、セルフリーダーシップについて解説しましょう。セルフリーダーシップが必要なのは冒頭でも申し上げた通りで、今は正解がない世界だからであります。未来のことがわからない現代で、あなたが80歳まで働けるような目標を設定してくれる企業は存在しないし、そんなリーダーも存在しないでしょう。スキルを得て成長できるような課題を与えてもらうのを待っていても誰も与えてくれません。自分で扉を叩きましょう。あなたのために扉を開けて待ってくれている人など誰もいません。目標を自分で設定し、課題も自分で見つける。今後はこれが当たり前になっていきます。セルフリーダーシップを発揮して、目標も課題も自分で見つけて、自分の選択に責任を持つということでございます。これを聞いてあなたは、いやー厳しい時代だねなんて思いましたか？何でもかんでも自分で決めてその責任を取るとか、結構生きていくのこれから大変そうだなと思いましたか？しかしこれをポジティブに捉えるならば、自分のことは全て自分で決定できるということであります。自分のことを自分で決めなさいよと命令されてしまえば、それは他者に動かされた営みとなり、たちまち脅迫的な義務になってしまいます。人生100年時代だから、80歳まで働くには自分で目標を決めて課題を見つけなさいなんて人に言われてしまうと、プレッシャーを感じたり嫌な気持ちになってしまいます。どうしても他人にやらされているという気分は私たちのモチベーションを下げてしまいます。しかし自分で決めても良い、こう考えれば、これは自分の意思から生まれる行動であり、自由につかみ取る権利でございます。自分のことは自分で決めていいというのは義務ではなく権利です。目標を決めるのは自分、実行して達成するのは自分、評価するのも自分。このようなセルフリーダーシップを持ち、仕事を探すにしろ、転職するにしろ、何かの目標を立てるにしろ、自分を動かし、その都度自分で意思決定を下す、このセルフリーダーシップこそ人生100年時代に必要な個人の力であります。セルフリーダーシップが必要だと言われても、なんだか大変そうだなと思うかもしれません。もちろんそれなりのパワーは必要でございます。そしてそのパワーはどこから出てくるのかというと、それは自分の好きなことからでございます。
セルフリーダーシップを発揮できるのは、自分の仕事で自分の心が満たされている時であります。当たり前ですが、嫌な仕事でセルフリーダーシップなど発揮できるはずもありません。セルフリーダーシップを発揮するためのエネルギーは、自分が好きなことだから、自分がこの仕事を好きだからというところからやってくるんです。好きなことであれば人は頑張れるし、好きで得意で頑張れる仕事の方がお金をたくさん稼げる可能性が高くなります。時代に合った新しい稼げるスキルというものは、たとえその時は稼げていなくても、本気になって頑張れる仕事を通じてしか見つけることはできません。だからこそ、私たちは心を満たす仕事をすることが必要なんです。では2限をしっかりとまとめておきましょう。人生100年時代を生き抜くのに必要な3つの個人の力は、1、スキル、2、自分の価値観、3、セルフリーダーシップである。1番のスキルに関して重要なのは、複数のスキルを掛け合わせ、新しいスキルを習得し続けるということ。2番の自分の価値観に関して大切なことは、真の個人の力は自分の価値観から生まれるのだということ。3番目のセルフリーダーシップに関して重要なのは、正解がない世界ではセルフリーダーシップを発揮し、自分で選んだ道を正解にしていくことが必要であると。そしてそのエネルギーは自分の好きな仕事からしか生まれないのだということを熱く解説してきました。ではでは、本日のハイライトです。1限でこれからの未来で確実に起こることを紹介し、2限で個人の力の3大要素を紹介しました。さて、いかがでしたでしょうか、皆様。本書はこれから私たちが生きる人生100年時代をどのようにサバイブするのかということを解説してくれている本であります。これからの未来で確実に起こることをしっかりと抑え、そのために個人の3つの力をつけていこうということを教えてくれる本であります。人生100年時代をどのように生きていくべきか不安であるという人は、ぜひ本書を一度手に取って一読してみることをお勧めいたします。私たちは本当に自分が100歳まで生きるという現実をね、直視しなければなりませんよ。そうすると、どう考えたって老後の生活を国だけに依存するのは危険なことであるということもわかるでしょう。60歳で定年退職するのならば、60歳で今の会社で働けなくなるのであれば、その後の生活は自分の力でのみ生きていくしかありません。私たちは遅かれ早かれ、いずれは一人の個人として、フリーランスとして生きていかなければならない残酷な世界に放り込まれてしまっているわけです。そんな時に必要なのは、間違いなくスキルであり、価値観であり、セルフリーダーシップであります。たとえ今恵まれた会社に勤めていて、普通に会社に行っていれば給料がもらえるといった人も、これら3つの力をしっかりと今のうちからつけていくことを意識してみてはいかがでしょうか。今の会社を定年退職した後に困らないために、私たちは今から自己投資していく必要があるわけなんですね。今回の動画を見ることで、皆様が人生100年時代を生き抜くために今から準備しようと思い、何かしらのアクションを起こしていただければ、私はとても嬉しく思います。本日は以上になります。この動画がためになったという方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いしましょう。ご清聴どうもありがとうございました。